新日本のゲームポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のゲームポッドキャストやってまいりました、レイレーションマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、もっと新日本のゲームの落語会の宣伝のためにやっておりましたけども、今後はそれぞれのメンバーの宣伝のためにやっていこうという、よっというポッドキャストでございます。まずは私がレイレーションマルコ、なんか相槌すげえ聞こえんな。はい、まずは私がレイレーションマルコ、そして伊達がこちらです。はい、はい、ちゃんと喋るよ。相槌は頑張るのよ今日は。あの人は三遊亭満喫です。はい、我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。はい、この配信の2日後でございますか。うん、はい、お、何が起こるの？ヒロさんの誕生日？それこないだやったでしょ。うん、もう1年経つんだね。早かった。早いよ、早いよ。64歳にヒロさん。婚姻嫌なことし。ほんまですか。いやいや、満喫師匠のお話ですよ。お、そうですか。ね、日暮里館がオープンするんですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。え、裁判は終わったの？裁判はしてないです。弁護士とは関わり合いになりましたけど、裁判はしてませんけどね。裁判の行方が気になってたのにな。裁判にはならなかった、幸いにしてね。ならなかったんだ。おかげさまで。示談で済んだんだ。はい、示談っていうか、そういうもんだから。なんか悪いことしたみたいに感じるだろう。本当だ。そうじゃないのよ、違うのよ。なんか何やらかしたんだって感じになるよね。はい、え、それは何？はい、ね、あの3人目の落語家のとうとうね、だから前回のこの、あの会場がね、はい、こうまあ地上げにあって、うんうん、それでまあ地上げがこう丸く収まってで、うん、その後、まあその別のところに移って、うん、とうとう、うん、とうとう、うんうんが開場しますね。大事なところ、はい、すごい大事なところ、うん、大事なところです、うん、大事。あの CM 明けに発表するというような番組じゃないから。そうか、これでジングルみたいなのが流れるわけじゃないんだ。日暮里館がね、とうとう、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。明後日ですね、明後日の会場です。ついに皆さんお待ちかねの日暮里館オープンです。待ってたかな、分かんないけど。待ってたよ、そりゃ。私は頑張ってましたけど。場所はどこですか。場所はですね、もう言っていいんだね、うん、今の時期だから。もうね、あのね、上野桜木の界隈なんですよ。もう日暮里じゃねえじゃねえか、としたらよ。ら駅としては日暮里がやっぱりね。日暮里館って名前に偽りありだ、そんなもの。名前に偽りはあっていいんです。そう、開き直った。落ち着いてるね。だって東京国際空港が、はい、ね、成田にある。おい、千葉をバカにすんじゃねえぞ。はい、東京ディズニーランドが、はい、おい、千葉にある。千葉をバカにすんじゃねえぞ。俺愛知県で鴨川シーワールドは千葉にあります。はい、でもいや、俺愛知県でね、あった千葉県の人に東京出身って言われたことありますから。それはちょっとひどい。ひどいよね。それはひどい。千葉県ってやっぱそういうとこだから。いや、俺そんなやつ見たことない。いや、千葉県はやっぱそういうタイプですね。マジか。ちょっとそれ、ちょっと千葉県、はい、ちょっと脱退してもらわないと、そういう人は。おお、そうだな。東京ぶる人は脱退してもらわないと。裁判だ、裁判。うん。うん、いや、千葉県が魂を売ってるのは、うん、空港とディズニーランドだけだから。それが売ってないから、魂を。東京ドイツ村は、うん、あったね。ドイツじゃん。かかってんのドイツだから。おっと、でも千葉県にあるじゃん。だから東京にはかかってない。ドイツに魂を売った。東京ドイツ村もあるじゃないかよ。だから別問題。それ、千葉にある。千葉ドイツ村じゃないのか。おかしいだろ。はい。めんどくさい。どうなってんだよ。そこは東京使わなくてもいいじゃん、ね。そうですよ、ドイツ村でいいです。うるせえな。東京つけて。うるせえな。何やってんだよ。それだけコンプレックスがあるってことはね。待ってよ、俺別に千葉の県知事じゃねえからさ。一手にそれ引き受けられないよ。これからなろうという人間なんだから、そうだね、先に言っとるんだよ。そうだよ、考え直すよ、それは。そういうことだよ。もう千葉県ではなく、東京県に改名します。そうか、東京県、東京県だったらね、東京都の隣に東京県があるわけです。郵便番号も1から始まらないとね、いけませんから。東京も03ですよね、電話番号は。うん、東京と全く同じだといけないから、ちょっと変えるとかね。そう、なんかね、そうだよ。日暮里館でしょ、できるのが。そういうことですよね。うん、で、日暮里館は上野にあると。うん、まあ、上野桜木という地域ですけどね。どの辺なの、桜木？桜木町じゃん。あのね、横浜の天王寺上野桜木です。もう地名下手な人しかいないよ、ここ。桜木町は館内の手前にぎわいがある。上野つってんの、上野桜木というエリアがあるんですよ。ここはなんとですね、皆さん、笠森おせんって、昔のほら、聞いたことない。聞いたことないですか。うん、おせんの茶屋ってほら、捨ててこう踊りの曲の中で出てきますよね。あるんだ。はい、うん、あのおせんの茶屋っていうのがあって、うん、そう、おせんって、笠森おせんっていうのは、つまりその時の三大美女の一人だったわけで、江戸時代の、その時期のね、
その一人の内田有紀みたいなもんだ。内田有紀古いな。古いって言っちゃダメだけど。三代目じゃ三代目じゃ内田有紀入ってた。バリバリにやってますからね。令和ちょっと年を取っただけでしょ。まだ綺麗だよすごく。令和5年で言うと内田有紀。うん。サウジアストみたいなもん。どんどん今坂登ってるから、ね、ちょっと待ってくれよ、おい。ちょっと待ってくれ。坂口やす子、坂口やす子ちゃんとやってるじゃないか。令和5年の話できねえのか、おい。坂口やす子でも綺麗ですけど。あと、あと一人誰だ、はい、え、その三代を今数えてたんですか。あと一人、船木和夫だよ。いやいや、違う違う。それ五三代。三代美女でしょ、はい、沢口やす子と内田有紀と。え、この番組的に三代美女が、今二つまで来たけど、かなり難しいよ、あと一人選定するの。あと一人はマルコ坂田さん。あ、そうだね、マルコ。沢口やす子出したから。俺は内田有紀。ね。うん、で、俺船木和夫出したから。船木和夫はちょっとランク外になっちゃうから、これ。美女だからさ。美女ね。うん。あの、成人がね、はい、船木和夫さんの成人が女性なんだとしたら入れてもいいけど、なるほどね、違うと思う。違うか。うん、じゃあ、じゃあ、マルコアニさんの、ここはぜひとマルコアニさんの好みをこう出して、ちゃんと聞こう。それで、まあ、読者とは聞いてる方にね、うん、やっぱりね、うん、こう、マルコアニさんの人となりを知ってもらいたいと。そうですいうことですよね。パッと出していただいて、小池百合子さんですか、はい急に違いますね。急に政治色強くなったね。都民ファーストですよね、うん、まあ、それでもいいですけど。だったりしましたよ。誰そうだね、じゃあ、トヨタマナミさんですかね。トヨタマナミさんね、いいですね、はい、トヨタマナミさんね。うん、トヨタマナミさん。そうね、元前女のチャンピオン。俺もそう。ジャパニーズオーシャンサイクロンスープ。そういう風に来たか。できたらさ、この何、若干そのアイドル女優枠でさ、今話をしてる中さ、急にそのなんかこう、ね、急にこうなんか世代とかやっぱね、うん、あのマニアックに行くと、ああ、ね、そうか、宣言してる、宣言してるから、うん、あの照れが出るんだ、そこにちくわ理論とかそういう落語やるから、なるほどね、そうだね、だしょうがないね、それはね、こういう会話しても盛り上がらないタイプですね、そうですよね、日暮里館の話しろよ、日暮里館の話しろ、真っ当なこと言った、なんか切れやすいね今日ね、おめえの話だろうがよ。オープンしたから来てくださいって話じゃねえのかよ。何無菌だって。オープン記念で何をくれるんですか。何くれるの。何くれるの。入場者全員プレゼントあるんでしょ。入場者全員プレゼントありますよ。よくご存知ですね。おすごい。なんで？なんで知ってんのそんなこと。それは普通やるんでしょ。え、あ、そうなの？すごいね、キロスさん。ちょっと何プレゼントしちゃうの？落語が聞けるんです。すごい。これはすごい。プレゼントちょっと聞けない。普通に大会してんじゃん、お前。お金払って落語見に来てんだから、落語やって普通にやりましょう。おい、マルコ、切れるなよ。切れるなよ、本当だよ。やめよ、大丈夫。コーヒー豆とかプレゼントしろよ、コーヒー豆。まだな、子供かって言えば、本当だよ。切れるなって振ってんだから、ちゃんと切れろよ。ちゃんと切れろよ。なんだよ、コーヒー豆。本当だよ。ちっちゃい声で言いやがって。かかってこないでしょ。うるせえな。こっちが大の人だよ。うるせえな。いや、みんな、手拭いがもらえるそうです。手拭いじゃん。おい、勝手に言うな。いや、湯飲み。湯飲みを、はい、あの、いや、おせんの茶屋、さっきのね、あれですけど、ね、おせんの茶屋で、うん、つまりどういうことかっつうと、うん、演芸場っていうくくりではないので、うん、どういうことかっつったら、まあ、喫茶、カフェのくくりですので、なるほど、はい、私どものこの演芸場っていうくくりと違うんですよね、要するに、業態がね、はいはいはい、だから、はい、お茶を飲んでいただきながら、うん、あの落語をゆっくり楽しんでいただければというような場所としてはそういう場所なので、湯飲みを、湯飲みを来場者プレゼントでつけて、はい、で今流行りのさ、マイボトルみたいなもんだよね、そうそうそう、出先でゴミを出さないとかっていう、そういうこと、そういうこと、だから SDGs だ、そういうことだよ、陶器製のね、こう蓋のない湯飲みを片手に持ちながら外に出ていただいて、うん、熱々のお茶をね、こう入れて、ね、そうだよ、そうすれば買わなくていいじゃん、外で、そうなんだ、それに気づいたんだよ、俺、おー、広瀬さん静かになりすぎてちょっとね、広瀬さん的に、うん、この茶番乗れねえな、乗れねえ、うん、乗れねえんだね、やっぱね、うんうん、でもまあまあ、その日暮里館の、うん、その日暮らし君というね、うん、日暮らし君のキャラクターをあしらっている湯飲みをですね、またそのお客席は何しろこの、まあ、小屋といったら僕そのつまり、うん、カフェ の、うん、あのスタイルですので、はい、それはもちろんあの席があってとかそういうことじゃなくてもちろん客席の形にはなってるんですけど演芸場の客席の形にはなってるんですけど、うん、まあ、もちろんその お客さんの数入っていただける数は少ないので非常に、うんうん、なので、まあ、この時点で19日の時点でね、うん、お客様がもしあの席があるかどうかは分かんないですけど、あ、そうです
ですね、もういっぱいの場合が、うん、ちょっと ねオープニングとなるとさらに盛り上がりますから、はい、うん、もしか盛り上がってくれるとありがたいですけど。どんな興行形態なんですか、例えばその5日間こう、はい、こういう番組でとみたいな。あ、今まではなんかちょっとランダムな感じだったじゃん。はい、今のところはですね、だから助走ですからね、うん、今月50 5月については3日、うん、あの開場する予定なんですけど、21日と24と29確認しますけど、うん、土日、はい、土日は1日だけ、うん、ですね、21日だけで、あとは24日、水曜日、うん、と29日の、月曜日、全部2時開演なんですけど、うん、まあ、こうゲストに来ていただくことになってまして、はい、初日21日が呼ばれてる、マルコちゃん、呼ばれてない、おかしいね、小白師匠はどうですか、うん、呼ばれてない、広瀬さんはどうですか。あ、そうだね、もちろん呼ばれないですよね。いや、そうだよな、もっと有名な人ですよ。だってみんなダメだっていうか、もうビッグな、ビッグな、いやいや、オファーすらなかった、ね、え、呼ばれてないね、あれ、え、リクに言ったけどダメだった、リクの子携帯持ってないんだわ、違う違う、会った時にさ、会ってないでしょ、リクに、いやいや、会えばちゃんとマネージャーじゃねえから、松友リクまだリクはマネージメントしてもらわないと生きていけないから、リクはどっちかちゃんと報告するから、はい、あの白髪の変なやつに会ったとか言うから、うちのお父さんギャラが安いところにしか出ませんとか言ってたよ、いやいや、うん、あの会ってないし、ちゃんとそういうギャラの話とかは、うん、あのしてないんで、まだ早いからね、子供にはね、お金の話は。じゃあ夢かな、うん、まあ小白さんもね、キャンセルでしたらダメだって言われて、うん、向こう5年間出られないって言われて、もうそんなできんじゃねえかよ、完全にできんじゃねえか、そんなもの、ちょっと GPT の言うことが聞き合ってよそうですね、あと広瀬さんは悪口を言うからダメ結構真っ当な意見じゃないか広瀬さんだけストレート投げちゃったよそういうことですね、まあとにかく、まあ、あのとりあえずあゲストが決まってると、はい、まあ、千の日暮里館から、うん、あのお世話になってくる、まあそうですね、お世話になってる人に、ね、うん、はい、あのまた新しいところをね、お世話になるということで、うん、あの近くに、住んでます坂本来光、活動写真弁士の坂本来光さんですね。あの人もアニメーション描きたくない描きたくないって一時期言われて手伝いましょうかっつったら大変にね、辛いですよ、大変にね、大変にあのそうですね、あの、うん、労力のかかることですね、そう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 、やっぱり労は多いんだけど、うん、利益が少ない仕事をねずっとやられてる、そうそう、なんかやっぱりパーティーとかで盛り上がるんですよね、そう、すごい、うん、やっぱ本当に今はまあパーティーなんかでねよくやってますけど、うん、坂本来光愛さんに来ていただきまして、うん、その次が2回目がね、うん、24日5月24日がですね、はい、玉川大福さん、おお、銭湯に行く人、はい、お弁当を食べる人、やっぱり近くに浪曲の人、はい、浪曲の人、いや、お弁当を食べるのって銭湯に行く人だよ、はい、でもその人たちの話をするって、そうそうでもお弁当を食べますか、ね、サウナに行く人ですよ、うん、あ、そうだ、そう、サウナ銭湯だけどサウナだ、サウナでお弁当を食べる人、うん、ダメなんだ浪曲の人、浪曲のね、地べた、地べたの人、そうそうそう、大福さん、ね、5月29日の月曜日は、うん、一流祭定吉兄さんに来ていただきます、これはもう、千の日暮里館からお世話になってずっとお世話になってる講談、ね、講談ですね、はい、お世話になってるんで、という会が5月は一応予定してまして、6月の日程についてはまた、はい、この放送の頃にはもう出てるよね、出てるかもしれないです、うん、どこで調べれば、そう、どこで調べればいい、一応ホームページがあります、日暮里館のホームページがあります、満喫が作ってるわけじゃないから大丈夫、そうか、あのペイペイ知らない人、うんうん、いやいや、まあ本当に苦労しました、私もやってねえだろ、お前何一つやってねえだろ、打ち込みについてね、やっぱりね、満喫さんのホームページありますよね、はい、私のホームページあります、うん、はい、じゃあそれとは別に、それとは別に日暮里館のあと私のホームページからも行けるようになって、ね、リンクが貼ってありますからね、飛び出せるようになってますけども、はい、飛び出す、リンクをあまり飛び出すとは言わない、作ってる人の言葉ではない、はい、飛び出していくことができるというね青春みたいなもんですからねリンクはあまり青春って言わない青春な話になんでこいつだからやっぱこう、うん、6月も、僕が今想定してるのはやっぱゲストの方に来ていただきまして、うん、それでいろいろとこのゲストの方と、うん、あの深くお付き合いさせていただけるような会ができればなとは思ってるんですけど、うん、基本的には満喫さんと武平さんが出る、会はもちろん あるんですけど、うん、それ以外にもできればなとは思っているんですけど、
まあ、あの何人かでね、やっぱコンセプト上そうなんで、うん、やっぱり大勢で、うん、独演会とかそういう形態というよりは大勢でわちゃわちゃやってる、ね、人間関係を見せていくみたいなね、はい、わちゃわちゃやってるこのつながり自体、人間関係のつながり自体を、うん、見ていただいて、チームワークを、うん、目の前 で、 ゲ ー、 ではなく、ね、ゲームですけどね、ゲームを持っていく、失礼だねこの男、危ねえな今大急ぎで否定してるみたいな俺あの MC って大変だなと思ったよ。ゲスト次第では本当こいつふざけんなよと思うだろうね。本当に最悪のボケだよ今。ゲイではなく見抜かしてんだてめえこの野郎。いやでもゲイを持ってチームワークをあの、ね、それを目の前で至近距離でね目撃していただければという場所にしたいと思ってますので、うんはい、そういう気持ちがこもってますからね、そういう場所としてその分を見てもらいたいってことですよ、ね、いただきたいなと思ってます、ね、ゲイではなく、おいピーって入れるぞピーって入れられんの今俺しかいねえんだそうだ任せらんねえよこの人に最寄りの駅は日暮里なんですか？ですね、各駅あるんですけど、うん、ね、あのね、あそこですね、ウグイス谷が一番近いと思います、歩く距離としてはウグイス谷が一番近いんですが、日暮里ももちろん、まあ、日暮里からちょっとブラブラしながら行くことも可能だし、そう、まあ、そうですね、うん、天王寺をな中を通過していただいて、うん、15分ぐらいかな、あと、根津の駅からも歩いて15分ぐらいです、うん、で上野駅からはちょっと距離ありますけど、うん、公園を散歩しながらとかだったらいろんな場所を見ながらとかね、うん、だったら来られる距離ではないかなとは思いますが、まあ、具体的には最寄り駅はないということですね。最寄り駅はない、ウグイス谷が一番近いか、ウグイス谷が近い、一番近いといえば近いですね。なんていうのかな、だから、まあ、歩いて15分ですよ。歩いて15分ぐらいですね、はい、ちょっと歩いて、あの地方の人は絶対歩かない距離です。15分ってね、15分絶対歩かない、本当ですよね、うん、そうなの、そう歩かないです、車乗っちゃう、確かにそうだよね、うん、徒歩15分っていうと遠いって言うんですよ、はい、遠いって言います、で車2時間は近いって言うんですよ、うん、近いというね、これ地方あるある、そう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 、うん、だからなんかこうね、こうイオンのところとかに結構時間かけて車でいらっしゃるんですよね、行く行く行く、でっかいこうね、みんなイオン大好きだから、イオンにいらっしゃるんだ、イオンに群がる虫みたいにしてさおいおい言い過ぎでおい、確かに地方民はね、いや違う、もうイオンしか行くとこないから、確かにって言っちゃダメだね今のはこしらコンプライアンスが効いてるからいいんだよ、兄さんが言うとまた別になってくる、こしらコンプライアンスは失礼で通ってるこしら兄さんが言ってるから OK な、丸川さん理性の人だと思われてるんだからやめた方がいいですよ、丸子さんは失言の人だと思われてる、ね、失敗するからね、必ず失言の人、失言といえば田舎ですからね、やっぱりこう失言のようなことが、白骨言みたいなこと言いたかったの今、あそういうことか、足してあげてよ、面白かったんだから、ひどいよ広瀬さんそれは面白かった、そこに面白いというワードを足すとどれだけ傷つくか知ってて言ってるから、ほら言ってんじゃん、ほら一放送一広瀬だよこれ、うん、必ず来るんだからそれは腹くくってないとダメなんだよ、ね、これ入れないと済まないんだからね、そう絶対一度こう入るんだから、うん、そうだよ、ただ致命傷にならないだけまだいいんだよね、そうだね今回はね、そうこれぐらいは大丈夫だけど、まだこれ死ぬ可能性があるから、ね、たまに致死量を浴びちゃうときあるから、そういうことですよ、芸人として殺される時あるしね、本当にもうゾンビみたいなもんだよ俺たちなんか、うん、チームプレーっていうけども何人ぐらい出る番組にする感じなのか、で僕やっぱり、でも2人ですよね、いやいや全然そうです、 3人とか3人以上でやりたいとは思いますね、さん、だってお客さんの数がさそんなに入るようなスペースじゃないじゃん、うん、はい、そこに芸人3人だとしたら、うん、もう1人分のギャラ全然ないじゃん、はい、そうですね爽やかだね、ですねお前爽やかだね、はい、そういうことです、そうでしょ、はいはい、全然ギャラになんないじゃん、はい、そうですまっすぐな目をしてすごいね、これ追求する手をやめるね、はいはい、諦めるよね、これ追求する、まさにそうですね、はい、はい、ゲストの方にとかね、はいはい、こっちは考えちゃいますけどね、ゲストにはもう一銭も払えない一銭だからね、これ、はい、ぜひゲストになりたいという方お待ちしておりますのでね、はい、
いや気持ちいいね、それから言われるとね。そうですね、うん、あの一応喫茶の業態、業態としては、うん、だからお茶を、あのお茶はあの販売させていただく、うん、メニューはお茶だけ、お茶とか、まあ、水とかなってしまうと思います。お茶菓子系のものは今のところは、うん、あの用意はできてないので、この後どうなるかというのはまだ分かんないです。いやでもね、どうせね、うん、飲み物出すんだったらね、うん、あの仲のいいコーヒーショップから豆を買ってくればいいんじゃないの。あ、仲のいいコーヒーショップね、谷中にないんだね。あれおかしいな、ね、じゃあ喧嘩するほど仲がいいって言うんだったら仲がいいんだよ。喧嘩してんじゃねえかよ。例えばの話ですよ、例えばの話ですよ、リアルな話ではないよこれは。だからまあだから利休まんじゅうとかつければいいんです。利休まんじゅう具合悪くなるよ。利休、あでもいいかもね、片っ端から腐っていく利休まんじゅうね、うんうん、本当にこれが本当の利休まんじゅうだ、ね、ちゃんと作った利休まんじゅうですよ、ね、うん、それは面白い、ね、食べないでくださいって言って、うん、お茶屋さんなんだ、うん、食べ物ではありませんって言って、うん、お茶も喋ります。お茶お店の携帯でしたら喫茶っておっしゃってますけど、落語、うん、カフェみたいに、はい、落語やってない時は喫茶店になってるみたいな、そういうことじゃないですか。それはそうはできないので、あくまでも落語やってる時だけ開けてるっていう、そういうことです、うん、落語やお茶を飲みながら落語を聞いていただくってあくまでそのセットです。でごめん、この話やめましょう。泣きそうになっちゃった。この辺はカットしてもらって。眉毛が今上下に動きましたけどね。分かった、カットしてもらってってところ残して前は切っとくから。そうですね、カットした形跡はちゃんと残しておくからね。そうですね、うん、カットです。だからその後たくさん喋ったけどもということですね、うん、まあね、うん、そうね、まあそうですね。でもそんなにもういいだろ。いいだろ。でもそれはもういいよ。カットした後でそれ出てくると、はい、カットされたところを過剰にイメージしちゃうよ。はい、あ、そうか、うん。ごめんなさい、はい。気をつけないと。はい。でもやっぱね、マルコの喫茶店としては通常は営業してないってことなんですよね。はい、通常はやってないってことですよね。じゃあ、はい、店開いてるってことだよね。店は開いてるというか、まああの建物自体はそうでしょ、ブランクの状態になってる。でちょっと、うん、喫茶営業したいんだけれども、はい、1日店長で貸してくれませんかみたいな。どう、はい、いやあ、なるほど、そういう提案がね、うん、ありますか、うん、なるほど、あ、そういうことですね、うん、うん、いやいやだからどうって聞いてる。 そしたらほらちょっと家賃の助けにもなるし、はい、いやいやでもいや、マルカイさんのおかみさんは忙しいんだから。うちのおかみさんの話はもういいでしょ。もういいでしょ。家賃の助けはいらないんですよ、だって仕事もいっぱいんだから、ね、もう忙しいんだから。出た、もうえ、ね、ちょっと待って、一録音200、200位ある、うん、まあ、今出てきたからね、200位の時あるの。だって、だから、あね、1は最低1って意味、最低1って意味、そう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 、最低2広瀬あるんだね。あるあるある。3広瀬もじゃあ可能性としてはあると。1以上は無限まであるから。無限まであるから。あるからじゃあ最初から最後まで悪意だけで終わるときもある。あるあるある。あの、名古屋の新日本の和のスピンオフの回はね、あの、二重ひでしたかな。すごいね、うん、すごいね、止まんなかったですよね。そんな記憶ないんで、ね、トークの時間自体はそれこそ20分強ぐらいだったけど、うん、まあ、1分に1回はもう全員に毒針を打ち込むっていう、うん、すごい、ね、すごい。だってその後名古屋のお客さんから広瀬さんをゲストに呼ばないでほしいって言われるぐらいのね。そう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 、言われるぐらいの毒を。広瀬さんはちょっとね、うん、広瀬毒に感染してしまったんだから、広瀬さん怖いから。すごいな。どの方向から話が来ても全部広瀬で返すから。なるほどね、すごいんだよ。どんな球も全部スタンド放り込んじゃうから。すごいね、この人、うん、なるほどね、ファールじゃなくてスタンド入っちゃって、スタンド放り込んじゃ全部。それはダメだね。チップで逃げるわけじゃねえ。これ無理だろうっていうのも全部スタンドだから全部入れてました。すごいね、すごいね、おい、うん、その後打ち上げでも広瀬だから。打ち上げ広瀬はさらにね、毒割り増しになってますから、ね、すごいよ、もうこれこそ、もう俺はこれゲーだなと思って、広瀬さんの広瀬だね、おい、これ、うん、すごいね、おい、もう求められてやってるとしか思えないよっていうぐらい。なるほどね、求められてはいます。そう、だから心から言いたいこと言ってるわけじゃなくて、はい、俺のポジションはここだっていうことでさ、役割を演じてるんだよ。そんなことするかよ、うん、この人が。だって本当の広瀬さん見たことないでしょ。はい、この間、はい、コンクリートの隙間から生えてるタンポポをじっと見てたもん、はい、いやいやいや、そういう人だから。タンポポをじっと見て、むしり取りたいと思ってた。いや違う、そんなことないよ。いや、それが広瀬さんだよ。よく頑張ったなって言って。いや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 、アスファルトの割れ目から咲いてるタンポポ見てたんだよ。アスファルトの割れ目から見て、いい人ってそういうものなんだ。ステレオタイプがね、なんか。それがなんかいい人っていう。いい人、俺の中で最上級のいい人。そうなんだ。うん、
なるほどね、結構ロマンティック、ロマンチストなんで、ね、そうですよ、うん、それが広瀬さんの対局にいる人の描写なんでしょう、そう、俺からするとね、そういうことだよ、髪の毛を振り乱して血まみれになってる人が広瀬さんでね、その対局にタンポポがあるわけですよ、そう、タンポポをね、うん、めでてるのが描写としてはね月に何日ぐらい興行するようになるんですか、ね、今のところ軌道に乗ってきたら、うん、軌道に乗ってくれば、うん、稼働率はもちろんね上がった方がいいと思うし、うん、よくやっている場所でありたいとは思いますけど、うん、もちろんその寄席興行とは違いますので、はい、飛び飛びで、飛び飛びでもその、うんうん、できる時に不定休みたいなね、うん、内容の良いことができればなというふうに思ってます、うん、はい、で今のところ、竹谷さんとは月に3日は必ずできるようにはしたいと思ってますので、はいはい、実際その貸し感というか、はい、それはありなんですか、制度としては。ですね、貸し小屋とかっていうことについては今のところは考えていないんですが、うん、ただやっぱりその場所としてやっぱり、大勢の人たちで、何かをしたいっていう時に、うん、それは小屋のイメージとね、一緒にできるようなところがありましたら、もちろん一緒に やればなとは思いますので、貸し小屋っていうスタンスでは、うん、今前の時あったんでしたっけ、貸し小屋というかっていう、ね、セットですね、うん、セット、僕らと小屋と一緒に借りるっていう人がいたら、その時間を合わせて僕と竹谷さんと何人かで参りますよ、まあ、やりますよっていうことはやってましたけど、うん、貸し小屋自体はやってなかった、うん、まあ、あくまでもね、そのブランドイメージみたいなのありますからね。というか、まあ、大家さんになっちゃうとね、うん、私自身も仕事を、落語の仕事をしないといけないので、うん、落語の仕事っていうか、チームワークをね、こう、よそでも発揮したいと思いますので、うん、それは、大家さんになるようになるということにはならないようにしないといけないなと思います。はい、うん、そういう、モットーで、コンセプトですね。いやでもね、そのコンセプト大事ですからね、なんか立ち上げの段階って。やっぱそうですよね。うん、やっぱりイメージだけで、漠然としたイメージだけで起業しちゃう人とかいるんですけれども。ああ、やっぱりそうですか。そうすると、やっぱり誘惑も多いし、うん、うまくいかないと、こう路線変更簡単にしちゃうこと多いんですよ。なるほどね。そうじゃなくて、ちゃんとゴールとか、うん、はい、あとはやりたくないこととか、はい、っていうことを明確に用意できてる、うん、スタートアップの方が伸びますね。はい、ああ、最終的にはね、だから一時期苦労するかもしれないけど、そう最終的にはその価値を提供できるようになると。投資家の方ですか。いやすいません、ちょっとダイヤモンド財で、はい、今月号、はい、もう先月号になっちゃうかな、はい、お金の真実という見開き4ページの私のインタビューが、はい、お前の宣伝じゃねえかお前の宣伝じゃねえかよ。ちょっとビジネスパーソンのね、はい、一面も私あります。俺と会話してくれてるわけじゃねえのか。違った、自分のことしか考えなかった。都合のいい言葉吐いてと思って。どいつもこいつも自分の言いたいことばっかり言いやがってよ立ち位置が、ね、うん、お金貸してください、じゃあビジネスこうしてください、こんな感じに見えたんで、コンサルみたいな感じで、ね、コンサルだったね。でもまあ一口15万円から毎月もしよかったらどうですか。もしあなたに投資したら返ってこないの。いや返さないですよ、ね、返しはしないですよ。はやらないですよ俺だってそういうビジネスでやってるから。それビジネスじゃない。それビジネスじゃない。ビジネスって言わないですか。言わないです。一方的に吸い取ってるのは、それ宗教です。はい、宗教はい。お前誰かここにいた宗教団体のリーダーそういうことはね、この枕で知る落語家の晴れ上がり、はい、うん、まあ、ありがとうございます。おい、3回目だぞ、おい。3回目だぞ。本当、宗教法人の広報とかになったらすごい成功するなと思いました。だけど、これだから、これ、この本が、その、バイブルってことですよ。こしらえさん。それさ、日暮里館に置いてくんねえかな。委託販売してくんない日暮里館で。コンセプトに合わないブランドが気づきます。コンセプトに合わない。やりたくないことってちゃんと決めないといけないでしょ。そうなんですよ。ね、やりたくないこと。やりたくないと一番程遠いところやる。そうですね。ごめんなさいね。これは申し訳ないですけども。すいません、なんかこう高座帯の高さを調節するのとかには使えるかもしれないけど。いや、それはさ、大工さんにちゃんと作ってもらえよ。いや、でもこの結構ちょうどいいんで。あ、でもタイトルが見える形で置いてくれるんだったら OK よ、俺。あ、ごめんなさい、布は書けると思います申し訳ないです。じゃあちょっとな、宣伝効果ないからやめとこうかな。じゃあマルコさんから告知が、はい、告知、ちょっと待ってよ
そんな信仰する人じゃなかったんじゃない。これなんか悪意、ね、これも悪意と、もう完全に飽きちゃったと思う、ね、早く終わらせようとするっていうね。そう、感じ悪いね。はい、なんか落語会ございます。何なのこれ、それぞれの会を宣伝してくださいよっていつも言ってんのにさ、いざ宣伝したら早く終われよみたいな。何なんだこれ、もう十分でしょみたいなことですね。鶏を追うみたいにさ、早くゲゲゲほらみたいな感じ悪いわ。広瀬に独権に当たりすぎ、当たりすぎ、当たりすぎ、いや僕は当たり慣れてないからこうやって今一回一回傷ついてるんですよ。ほら太った鶏喋れへん、太った鶏って言うよね。まるまる太った鶏喋れへん、太った鶏はブロイラーだね。はい、6月24日、うん、はい、ね、もっと新日本のわけスピンオフあります。はい、うん、内幸町ホール19時開演です。ね、こちらマルコゲスト竜亭しがらきです。広瀬さんを交えてのタッピートークもお送りします。チケットはカンフェティで販売してますので検索してください。うん、そしてこの配信でいうと明日になります、うん、私の20周年記念落語会、うん、5月の20日内幸町ホール19時開演です。うん、ゲストは宮地、わさび、翔也、この笑点メンバー、慣れなかった人、慣れた人のタッピートークをお送りします。うん、そして6月の2日は朝日カルチャー、新宿で、この落語会に聞きたい霊々者マルコさんということで広瀬さんとの講座ございまして、落語も一席あります。落語会のカブーに踏み込みます。朝日カルチャー新宿6月2日19時からです。配信もございますので検索してください。うん、はい、そして、今一度日暮里館の宣伝をして、はい、お願いします。ありがとうございます。5月21日のあさってですね、あさって新しい方の日暮里館が開場いたします。おかげさまで、おかげさまで、前の日暮里館の方は、立ち退いた後、屋根の取り壊しが済んだところでございます。更地になろうとしてるわけね、はい、今もしよろしければ、前の日暮里館の様子を見ていただいて、新しい日暮里館と見比べていただければと思います。ぜひご来場お待ちしております。新日暮里館でございました。新日本の話芸ポッドキャスト。